皆様、あのっす。ようやく最終回、ドッキリ神回室。では早速、第一戦の最終ステージ。たけし、最後の最後で泥棒になっちゃいました。博物館にある、王冠をいただきに参上。バレないように忍び足でこっそりと。歩き方。あ、警備員。たけし、どうする?どうもできず即逮捕。あらら、そんなんジャルパンアルカリ製にはなれないわね。違反賛成な、漢字は賛成な。たけし、上に続く道と、ロープを発見。他にもアイテムないか、いろいろ物色中。お、ネックレスに化石。ゲットしたはいいが、使い道がわからん。こっちにも何かありそうな予感。アイテムいっぱい、ネックレスを元に戻しますか。これは、チーズかな?警備員さんの軽食チーズって。とりあえずここはいろいろ調べたんで、ちょっとロープで上に登ってみます。ネズミちゃん発見。なるほど、チーズの使いどこはここだな。そのまま進んでたら、たけし絶対襲われてたな。だな。さあ、上からなら王冠ゲットできるか?何もできなかったので、引っ返します。もう一本、王冠引っ掛けるロープがないと。恐竜を吊るしてるロープ、一本いただいちゃいますか。オッケー。こっちのはもう取れなそうね。ってことでこちらから、一本拝借。ふふ、これで上から王冠を、あら、恐竜の重みに耐えられず。警備員、手錠かけるの早すぎ。めっちゃおバカでした。普通にここに登ってきた時のロープがありました。誰もそこに気づかなかったという。あ、でも結局警報装置作動。何の音?マジかまさかの、ヘリ出動。はい、ということで王冠の警報装置を解除しないといけないわね。よく調べたら、恐竜のお口に警備員室の鍵が。ふ、これでたけし、警備員に変装できるぜ。そして、さっきは気づかなかったけど、この石像ちゃんの腕もゲットできました。さあ、この姿なら警備員に捕まらないか?めっちゃ見られております。敬礼、いや身長とかで気づけよ。おしおし、第一関門突破。あとは、王冠の警報装置を解除するだけ。手形認証、ここでさっきの石像ちゃんの手の出番だな。おっしゃ?ロック解除。この距離で、だから警備員気づけよ。たけし、警備員の服着てるのに、なぜか忍び足。逆に怪しい。そしてここでようやく化石の使い方も判明。それぞれ、正しい場所に置き直しましょう。ひらけい、ごま。かぼちゃゲット。おし、これで王冠強奪の準備はすべて整った。まずは、警報装置解除した王冠をロープでいただき。何やらトラップがあるので。はい、王冠がなくなったことで赤外線センサーが作動。このままじゃ身動き取れないので、代わりにカボチャを置いて解除だぜ。たけし、見事に成功って、犯罪だけど。ウキウキルンルン。あ、まさかの、警備員が待ち受けてました。最後の最後で爪が甘かった。脱出する場所、間違えちゃってたようです。今度は窓から。顔面から突っ込むワイルドたけちゃん。怪盗キッドか、ハングライダー。見事脱出成功。ということで、なんとか最終ステージクリア。編集で短くしてありますが、実際は15分ぐらい格闘してました。そして全ステージクリアしたことで、真のラストステージ登場。最後にこちらをやって、終わりにしたいと思います。なんかこれまでと一気に違う感じのゲームに。胸のハートをぶつけないように、下に降りていくゲーム。おお、今めっちゃスレスレだった。障害物に当たるか当たらないぐらいの、ギリギリで進むほど、ポイントが高くなるようです。障害物、これまでのステージに登場してたキャラが大集結してるな。あら、主ちゃんなかなか上手じゃない。ふ、どちらかというと、頭使う系より、こういうやつの方が得意だぜ。セトリさん、そりゃ避けれないっす。鳥、まさかの電光石火。はい、今死んだとこからもう一度チャレンジ。おお、だんだん障害物の数がエグくなってきました。この間を抜ける。いやー、危なっかしい。おお、今よくぶつからなかった。主ちゃんあと少しだって。任せろ、このままゴールまで行くぜ。って言ってるそばからもうゴール。おし、これで本当のクリア。さあ、下に何があるのかしら。と思ったら上から来たー。最後は全キャラ総集結。いやー、面白かった。ということで以上、完結となります。今度はワンをやるので、ぜひお楽しみに。
皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。